はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、チェーンソーマンコラボ明日から開催されるんだけど、当たりキャラ、当たりキャラを見ていこうか。で、多分右の表、右に画面に表にしてると思うんだけど、当たり、大当たり、大当たりのキャラをと当たりのキャラに分類してきた。まあ外れって言ったらちょっと、まあ、キャラが好きな方とかにすごい申し訳ないんで、外れはない。まあ正直、まあ性能的にも外れないけど、外れっていう言い方はやめとこうと思ってる。大当たりと当たりでやっていこうと思ってる。で、デンジ、まず、まあ、こんだけ9体いるんだけど、上からというか大当たりから見ていこう。で、まず大当たり、これですね、デンジ。やっぱデンジですね。デンジはもうさすがに入ってくるね、これ。いや、楽しみ。マジでさ、俺、チェーンソーマン、今見返してんだよね。一期の見返してて、すげえ面白いんで、すげえ楽しみ。で、無効貫通が6個か、持ってると。で、自動回復もちょっとあるっていう。で、3ターンで上限ジャッジ力になって、HP35% 回復で、ロック解除して、火闇吸骨生成っていう。このスキルが3ターン。で、第3属性まであるから、まあ、無効貫通武器とかつけたら、まあ、普通に、まあ、240億出せると思ってるんで、めちゃくちゃ強いと思ってる。で、やっぱリーダースキルが火か闇で9倍ですね。9個消し1個につきだから、青天井。まあ、いわゆる青天井キャラですね。リーダースキル持ってると。で、HP1.2 倍月剣と。いや、この HP1.2 倍月剣が、どんだけ耐久値高いんか、まあ、使ってみたいなと思ってる。で、まあ、で、進化前、変身前のスキルが、サブ時にリーダーと入れ替わるだから、まあ、あれかな。76でリーダーチェーンするって感じか。で、まあ、1.2 倍月剣、マジで魅力的。本当に魅力的なんで、ちょっとこれは、まあ、強いね、マジで。強いと思ってる。で、武器がスキブ無効貫通、泥鏡発光で悪魔キラー。悪くねえというか強えな。普通に強くていいっすね。で、手斧、電磁の手斧。で、14ターンで2ターンダブル吸収と、8コンボ加算3ターン遅延。まあ、3ターン遅延でも使えるし、ダブル吸収でも使えるしって感じで、めっちゃ強そう。まあ、泥鏡とかめっちゃ持ってるから弱化対策とかできるしいいなと思ってますね。で、大当たりキャラ、もう1体が、早川明。まあ、早川明はちょっとわかんねえ。ちょっと難しかった。評価が難しかった、このキャラ。まあ、リーダーセキル、変身のこのキャラで、25ターンの変身か。で、3体いたらというか、まあ、普通に、まあ、光を消してもいいっていうね。光を12個消しても倍率出るんで、正直、小坂じゃねえわ。小坂直ちゃんだ。三坂美琴を2、3体詰めても、まあ、使えなくはねえなっていう感じはあるね。だからこのキャラ、まあ、ハイブリッドというかね、めちゃくちゃハイブリッドだからめっちゃいいと思ってる。で、まあ、やっぱでも3体いたら強そうやね。まあ、3体詰めればマジで強そう。まあ、変身が大変だ感じあるけど、マジで3体いてループさせたらめっちゃ強そうな感じがあるんで、うん、だからこのキャラも、まあ、強い部類に入ってると思ってる。まあ、HP4.6倍。4.6 倍12個消しだから、46で12個消しだから、42倍か、すごいな。42倍ってすごいな。めっちゃ倍率高いんで、なかなか、まあ、高火力で、ね、周回できていたって感じ。で、やっぱこの武器か。この武器がやっぱね、やっぱこの武器があった方がいいかな。まあ、1貫2台持っておけば、めっちゃ便利かなと思ってる。まあ、この 50% 減少系。ダメージ系か、分ダメージ系だから、まあ、正直なんか、このキャラ、なんか1体持っておけば、結構、なんて言うんだろう、敵、めちゃくちゃ強い敵でも、硬い敵とかでも、まあ、半分ゴリッと削れるんで、マジでこのキャラ、この武器いいっすね。まあ、でも5ターンスキル消負化っていう、まあ、デメリット、80% 減少で釘ドロップ落ちやすくなる。いや、なんかこれ、釘ドロップ落ちやすくなるの、なんか悪用というか、なんか上手い人がなんかめっちゃ面白い使い方しそうな感じするけどって感じで、まあスキル使用負荷5ターン続くけど、まあワンパン武器というか、まあ一撃必殺武器だと思ってるわ。ですね、いいですね。
で大当たりが岸辺さんちょっとわからん大当たりか当たりかって言われたらどっちかわからんって感じ。まあ大当たりかなと思って、やっぱ10強5つ持ちが偉いね。もう10強5つ持ちっていう高火力5倍の5乗ですね。5倍の5乗だからもう何倍か分かるんだけど3ターンで、このスキルも強いんだよな。このスキルが俺めっちゃ好きで評価高くて、3ターンの1ターン火力全員攻撃ってこうで、3ターン総数時間2倍6か所。このスキル良くない？なんか火力減少とかも解けるし、個人のデバフとかも解けるし、総数時間減少も解けるし、でなんならロックドロップ、まあ、盤面のロックのドロップも解除できるって感じで、めちゃくちゃいいなと思ってる。で3ターンで3ターン操作時間はループするって感じ、ループというかまあ継続するって感じなんで、めちゃくちゃこのスキル強いと思ってる。でもリーダースキルもバランスタイプだったら強いって感じかな。でもやっぱり今の環境ちょっと、あでもあれか、マキマさんとよく相性いいんかな。マキマさんがバランスですね。そうだ、バランスだからマキマさんと組み合わせたらめっちゃ強そうな感じ、多色で強いって感じはあると思ってる。まあスキブやっぱりこのキャラは10強が10個持っててめっちゃ強いと思ってる。でこの武器も7強チーム HP でガドレもあるし、3ターンチャージ武器で、まあ、軽く回したりとか普通にチーム HP もらったりとかでめっちゃ強いと。ガドブレもあるからワンチャンどっかで使えるかっていう、ランダンじゃないか、まあどっかで使えるっていう。で大当たりもう一体が最後天使の悪魔、やっぱこのキャラか、やっぱこのキャラだねやね。でこのキャラはまあキャプテンマーベル、まあ、やっぱりキャプテンマーベルでまあ猛威振るうかもしんねえ。でスキルが5ターンで 5% 減少で、5ターンルーレット、あこれあれなんだ、ルーレット生成してからになったんだよかったねこれで、一旦76にすると。でリーダースキルも悪くねえな、激減だしね、まあ、でも耐久倍率が激減しかないからちょっと弱いかもしんないなと思ってる。まあやっぱサブかな、冬も持っててたこ焼きもあるし、サブでめっちゃ重宝される、あのキャプテンマーベルのサブで重宝されると思ってる。めっちゃいいねこの、やっぱりこのキャラ天使の悪魔か、まあ、ルーレットループキャラ、今いるのが光でいるのがプロフェッサー X、 無課金のプロフェッサー X、アグリゲート、フェスゲンのアグリゲートで、あとしがみつけたやかしのイオリ、まあ、イオリもいいかと思ってんだけど、まあ、イオリかな、まあそこら辺が主要キャラ、あそこのキャラたちが主要キャラなんだけど、この天使の悪魔、まあ、そのルーレットループキャラの中でもトップクラスに強いな、このキャラマジで強いと思ってる。でまあ冬もあっていいですねっていう。で武器も無効貫通、 HP 持って無効貫通で4ターン遅延もあるし、まあ、30% 減少も結構使えるかって感じですね、まあ、70% 根性とかでも使えるって感じで強いと。で次が当たりキャラ、大当たりの下の、まあ、1個下になっちゃうけど大当たりキャラ見ていこう。マキマさんは、まあ、でもやっぱ強いね、まあ、新キャラなだけあってやっぱ強いと思ってる。3色が、8個持ってんのか、ガドブレもあると。で5色もつけれたり10字もつけたりするっていう感じで、で3ターンで無効貫通でドロップリフレッシュすると。で3ターンで1ターン無効貫通きました、まあ、これが強いなやっぱ。でこのドロップリフレッシュもバカにできなくて、例えばなんか釘ドロップとトゲドロップとかがめちゃくちゃいっぱい盤面にあるっていう時にめちゃくちゃなんか使えるなと思ってる。落ち込んだしもまああれか、ワンチャン10ターン落ち込んだしとかしてくる敵に結構刺さるって感じかな。でリーダースキルが4色で 77% 軽減で28倍、ドロップ消すたびに 1.1 倍と、で固定50万と、まあいいねこのやっぱリーダースキルも 77% 軽減、まあ70激減よりも高い軽減を誇っていて、でなおかつドロップ消したら76で使ったらやばい76で使ったらやばそうな感じあるけど、まあ76で使ったら強いですねこれ。まあドロップ消すたびだから3つ1コンボ1コンボだけで 1.1 倍かかるんで相当やばいなと思ってる。まあ10コンボすれば11倍か、合ってる11倍ですね。なんでまあなかなか倍率も高くなるって感じですね。うん、素晴らしい。で武器も強いねこれダブル耐性、なんかさマーベルからインフレ進んでない、なんかマーベルコラボからなんか耐性のインフレ進んでる気がするんだけど、毒耐性、おしま耐性とで泥鏡あると、まあダブル耐性で武器で、まあスキルもこれさ
3ターン HP2 倍で76にして2ターンチャージがあるし、まあ HP2 倍2ターンチャージめっちゃ良くないHP2 倍にするっていう時点でなかなかもう結構優秀なスキル持ってるから、いやこの武器もいいね結構2ターンチャージも使えるし、まあ、76、5×4 対策でもできるしって感じでなかなか強いと。次がパワーちゃん。パワーちゃんは26ターンの変身です。スキブ3つで変身すると血の魔人パワーになると、7強8個で無効貫通です。5ターンで上限値2ターンの間60億になってダメージ吸収属性吸収無効化。いや5ターンで打てんの強すぎない？これ5ターンで打てんのか、めっちゃ強いなこれ。第3属性まであるし180億とか出せたりもするって感じか。でやっぱダブル吸収が3ターンじゃないよ、5ターンで打てんのめっちゃ強いなこれ。であのスカーレットウィッチ、マーベルクラブのスカーレットウィッチが確か3ターンでダブル吸収と60億とかだったから、いやそこと結構なんか結構強豪というかめっちゃいいなと思っちゃう、まあ、使い分けもできるのかなっていう感じはワンチャンあると思ってる。うん、ちょっと間違ってたらごめん。でリーダースキルは火6個で激減ですね。4個も加算で9個消したら40倍出すと。で HP1.1 倍、まあ、9個以上だからそうね、まあ無効貫通を無理に組まなくてもまあ普通にシボドラずらし、シボドラずらしで12攻撃しすればめっちゃ強いなって感じか。まあ、これちょっと周回リーダーで強いねと思ったけど、まあ変身ですか。ちょっと変身だからちょっと難しいかもな。やっぱり周回キャラ、シボドラずらしの周回キャラって神結びとかジョアさんとかサブロクサンタとか、まあ、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるけど、あれって全部変身キャラじゃないっていう、非変身キャラ、非変身キャラだからやっぱそこが使いやすいなっていう感じで使われてる感はあるんで、やっぱ変身で周回は結構、まあ、変身のモーションとかもある、演出とかもあるし、ちょっとめんどくささはあるかもしんない。まあリーダー性能は高すぎる、強すぎるって感じで、武器がスキブスキブバインドでもろもろ回復9ターン4倍回復4倍、まあスキブ2個でまああれかな、ダンボ武器だし、まあ、周回ポチポチ、まあ、ポチポチの周回でスキブとかもたくさん漏れてって感じですごいいいと。で次がサメの魔人、当たりキャラサメの魔人、まあ、スキブ6個でいいな、まあ、スキブいっぱい持ってて優秀だわ本当に。で超消しも2個持ちでコンボドロップで5ターンで12個消しあったら、つなぎ消しあったら2ターンダブル吸収で5倍エンハンスと。いや5ターンでまあダブル吸収が打てる、まあ、基本的にそうね、まあ12個消しだからこれもあれかな、なんかサイグサさんといいなって感じかな。まあ、サイグサさんはあの水を中央1列横1列だから結構76で使わんと76で使わないとなかなかしんどさはあるけど、まあそうね、まあ、サイグサさんと使うと結構いいなって感じかな。でリーダーが激減ですね、9個で激減で28倍で HP1.1 倍。わーでもいいねこのキャラも、やっぱ周回水の超消し周回でめっちゃ強いと思ってる。激減だし HP1.1 倍もあって結構いいかもな本当いいかも、これめっちゃいいかもしんない。でこの武器もやべえな、この武器この星6だっけ、星67か。でまあ武器もやばいねこれ、悪魔タイプ付与チーム HP2 つ、泥鏡いっぱい持ってると、カラフル泥鏡 で2ターンチャージと、まあ12ターン水やみで少し落ちやすくなるだから、ちょっとまああれかな、水パカやみパカ、水やみパカみたいな感じになっちゃうけど、まあ、それを差し置いても泥鏡武器で使えるなと思ってるし、これの武器はめっちゃいいと思ってる、すごい素晴らしい。で次が小紅ちゃん、ちょっと小紅ちゃんの真似しちゃったけど小紅ちゃんの真似、ちょっとカットカットで、スキブ4つ7強8個持ってる。いやいいね、小紅ちゃんもやっぱ優秀やね、すごい優秀。5ターンでもろもろ回復76マス。いや俺さ、このスキルがめっちゃいいよね、このスキルめっちゃあの評価高いわ俺。まあ、最近 5×4 とか 5×4 とかのあの盤面狭めてくれキャラとか敵とかめっちゃ出てきたじゃん、結構出てきたから、裏強調ですごい出てきたから、マジでそこで刺さると思ってるし、めっちゃ強いと思ってる。でリーダースキルも軽減まあ 3.3 倍でまあ悪くないって感じか。でこの武器もいいね、4色悪魔キラー泥鏡スキブ、4色と悪魔キラーを共存してる武器、いやこれいいねもうベタ褒めやけど、全部全員キャラ
4色3色あ4色悪魔キラー、まあ、火力高いねって感じで、悪魔キラーに対しては悪魔タイプに対しては、まあ、火力高いねって感じでめっちゃいいと。で12ターンで無効貫通、属性吸収、自分の攻撃5倍、いやいいね、まあ、他色においてはすごい、まあ、無効貫通属性吸収でめっちゃ強いだと思ってる。まあいいね、このスキブも漏れて、まあ他色使ってる方はね、まあぜひとも1体持っておくといいなって感じかな。で次ひろかずさん、荒井ひろかずさん、バインドスキブで7強10個、まあすごいね、火力お化けやなって感じで、で7ターンで、ダブル吸収と回復リーダースケット攻撃2倍、いやこのスキルもいいよな、普通にいいよな。でもまあ封印がないか、ちょっとこの子の弱点が封印がないっていう、封印がないからちょっとまあどこかで補わないといけないって感じかな。でまあ十字もあって、まあ、消せるし超クライム消せたりもするっていう、まあこれダブル吸収だから結構さ、このダブル吸収で、あれかな、千葉エリカ様、イクタじゃなくて千葉エリカ様、電撃文庫のあれとかとなんか似てるかなっていう、スキルが結構似てますね。あれとあのキャラはダブル吸収7ターンで打てるんだけど、2ターン続くんだけど、全員なんだよね、攻撃力が全員攻撃2倍になるっていう。でこっちは回復も上がるし、でもうリーダースケットっていう感じですと。いやこれいいね、だからまあ、千葉エリカさん、ちょっとさっきから千葉エリカさんと比べてる理由はちょっとあんま分からんけど、うん、だからまあこのキャラもまあ正直千葉エリカさん持ってなければぜひとも確保しておきたいかなと思ってる。スキブもやっててめっちゃ強い、火力も出せていいと。で武器がバランスタイプ4、チーム HP3 つ持ち、泥強4つで指延長か、で14ターンで無効化ですね、3コンボ加算で水刻み回復、この水刻み回復が結構いいですね、あれと相性がいい、あの黒飛びとかグランエルブとかそこら辺の水網パ、まあ、最近出てきた水網パとかとすごい相性がいいですね。うん、だからですごい変身も助かるね、これ黒飛びとかのグランエルブとかの変身でダメージ無効化とか使えるしめっちゃ助かるなっていう、 HP も漏れるしドラキョも漏れるし指も漏れるしめっちゃ強いですこの武器って感じかな。まあダンジョンキャラちょっと喋りすぎてるから、おしゃべりクソ野郎になってるから、うん、ちょっとダンジョンキャラはまた別の動画でちょっと、まあ、撮影というか撮影しようかと思ってるわ。うん、そんな感じで、まあなかなか強キャラ揃い、強キャラ揃いのチェンソーマンコラボ明日から開催されるんで、まあぜひともまあ引ける方は、石余ってる方は、まあ、引いておこうって感じかな。よし終わりましょう。じゃあ